おめでとうございます。続きまして初見に、初見にの東大さんに移ります。お疲れ様。いや、やっぱりテンポ早いですね。早いですね。でも初見に2時間なんで、まあ、しばらく初見にです。お菓子でも食べながら見てください。もう下っててめっちゃ早いですね。あれだけ大きいミスをして18分台でまとめてくるっていうのは素晴らしい、ね、すごいですね。そんな簡単にクリアさせるやつじゃないんだけど。ちょっとよ、 OK です。今これだ、どっちが早いんですか、うん、今はアステラさんですか。そうですね、りょうつさんの次マップが今、ステラーさんの行くところになるので。ちょっと待って、いい勝負ですね、じゃあ結構いい勝負。ステラーさんこれ1ミスで追いつかれる。そうですね、画面上タイマーするとりょうつさんの方が少し早い。オッケー、じゃあ行きます。ピッチーさんがよーい、スタート。もありがとうございます。早いですね、これも。なかなかいいタイムできそうな。あ、これね、オッケーオッケー。東大さんが、初見に始まりましたね。これハリー始まりましたね。まあ、初見にはまた後で。そうです。非常に長いので。非常に長いのでね。いくらでも語れる時間もあるので。毎回暇な枠ありますけど。シーザムーとか、ね。シーザムーは本当、暇ですよね、あれ。後半。ありえんやろ？そうでしょ？そうでしょ、みんな。ありえない、一言で死ぬとか。怖いけど。そう、毎回暇すぎて意味不明な会話が広がっていく。今回はりょうさんとステラさんが画面上では同じところにいて、同じ画面熱い感じに見えますけど。ファイト、ありがとうございます。プチーさんもラスダンに入りましたね。あ、つけていく。プチーさんラスダン、おー、ラスダン10分台。これはいいんですか。いいですね、このままでいけばまだまだ17分台は狙えるんじゃないですかね。ワンチャン区間賞って感じですね。そうですね、うん、初勝負でそのタイムを出せれば。あー、みんな練習ばっかしてたからな。えらい。ターミナル多くて嬉しかったですよ。うわ、 C チームすぐ後ろ、真後ろ。覚えてるでしょ、じゃあ。待って、真後ろ、本当に真後ろ。あれ覚えてない。え、何がですか。あ、覚えてるでしょって、自分だけ見てたら。自分だ。あ、応募です、応募。あ、応募か。確かに。なるほど、応募か。バットを見てたじゃなくて、応募を見てたんですね。そうですね、応募が、なんか、6、7人いたんで。はいはい。そう。0人かと思ってました。あ、自分で。いやいやいや。安心してました。どう思う？どう思う？18分台について。あ。押した方が。画面が全く同じ。あ、画面すごいね。同じ位置に際どいながら18分で狙えると思うんですけど、まあ僕練習してる人好きなんで大体見に行ってます。練習してる人は、うん、逆に練習してない人は見てないです。自分から振っといて拾いながら。あるよね、あるよね。さあ、そうだ、りょうさんがセーブをしてスイッチを押す。一方ステラさんがセーブをせずにスイッチを押す。まずセーブしませんか。ここすごいね。そうだと押した。すごいですね。むしろ今のセーブもいらなかったかもしれない。関係ないのかもしれない。下二人すごいな。仲いいですね。手つないでるのかな。さあ、りょうつさんがラスボスに入りますね。早いですね。これは早いですね。早いな。初勝負でこれか。初勝負で一発で17分台があるタイム。頑張ります。そうですか。さあ、ステラさんも入ってく。ステラさんも倒せれば一発で19分台。さすが、ミドルさんがおるから、ミドルが多いわ。ありがとう、頑張ります。この親父が結構くせ者なんですよね、本当に。うん、青い球を打ってくるか、こってこないかで、また結構変わってきます。僕は競技選ぶら辺の時に青い球がね、途中からクリアしましたね。あ、早い、これは早い。17分30秒。早いですね。やばい。青い球捨てたんですけど、あえて言わなかったんですよ。
ありますね。公開しておしステラさん無事クリア。クリア。すごいなぁ。B チームリョッツさんがグレイガさんに。これよ。グレイガさんにバトンした。B チームステラさんが。あ、早いなぁ。早いですね、めっちゃ。SNK さんにバトンを。来るっていうのが、緊張感の中で。素晴らしい。はい、ということで、解説ありがとうございました。ありがとうございました。エルプさん。頑張ってください。エルプさんね、また、お願いします。このエルプさんね、初見 TA をやってもらったんですけど、もう、1500周ぐらいやったんで、このキャストはスペルを。1500周ぐらいありましたね、1日で。配信だったんで。本当に泣きながらやってます。ということで、アクアさんも、初見タックの時、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあまたよろしくお願いします。はい、お疲れ様です。いや16でないか。ということで、解説、呼びますね。静かだけど、あ、ミナッチ、召喚、あれ、はい、シャラララララーン、はいちょ、なんか拾ってよ、ちょっと忙しくて、あ、いや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 、そういうことね今すごい、だって同チーム終わったからさ、今ね、あ、ミラも忙しい、ごめんねすげえ忙しいとか召喚されたとか思いながら声かけたら忙しいとか言われたね、今いいよ、あ、大丈夫です、面白かった、オッケーです、はいはい、まあね、キャスタースペル僕もやりましたけど、なかなかね、ボリューミーですよね、それはね、120分だからねということで解説読みました、はい、ダガンさんと、ツタシンさんです、お願いします、自己紹介からいきますか、ダガです、お願いします、お疲れ様です、よろしくお願いします、ちなみに今二人とも同じ部屋にいますはい、はい、どうせ違う、僕が今ちょっと寮に住んでるんですけど、ネット回線通ってなくて、ちょっと津田の家にお邪魔して、猫をちょっと一緒に配信したりとか、あと相罠作ったりってのもこっちでやってました、はい、ちなみに明日は多分ドルピーさんのお宅にお邪魔します、そうですねということで、この相罠なんですけど、テーマとかコンセプトはあります？あーと、テーマはなんだろう、アクションゲーム、本当に、なんだろう、相罠ってジャンプとかショットだけなんですけど、そうじゃなくて、バンジョーとか、ああいう感じでいろいろ、いろんな、なんだろうな、ショット以外の行動もさせたいなっていうことで、で今ちょっと C チームでちょっと幽霊っていうのが出てきてると思うんですけど、このお墓を調べると、この幽霊さんが新しいアクションを教えてくれるんですよ、っていうのが各ステージに散らばってて、でいろんなアクションを覚えながら進めていくっていう、そういう合間になってますね。 B チームプッチさんがめちゃくちゃ早かったです。区間賞ですかね、17分8で止まった。で全員、初見に移りました。プッチさんから、シューさんに移ります。あ、それ当たり判定か、はい、はいはい、いらっしゃい。ちなみにこの合間の画面にも特徴あるよね。横は800なんですけど、縦は34ですね、メイン画面が横長なんですよね。そう、ドロピさんの合間なリダクションも あったね、はい、おかしいね、ビーム打ってくる花の名前は何て言うんですかって、あれは食人花かな、あ、普通だなんか赤井さんとかだからなんちゃがサクリファイスみたいな、そうそうそうボスかな、なる
ほど。ニートの俺でもしゃがみ歩きできるのに。あ、うわわ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 上に書いてあるんですけど、サイクロプスプランツ。おー、どういうこと。かっこいいね。説明の植物みたいな感じ。あー、なるほど。触手アイくんじゃないの。アイくん、アイくんがいるね。僕はマリオめっちゃやってた。アイくんしか見えないんです。くるくる回ったら倒せそう。くるくる回ったら倒せそうな。アイくんこんな攻撃してこないよ。死ぬ。あ、どっちが作ったのか。このステージは、ステージのボスも僕です。ダガです。うん。ああ、そういうことか。これ言ってる感じ？何？まあまあ、言ってきましょうか。1ステージずつで。いや、初見にもね、勝ち進んできた人たちなので、予選を。なかなか、高レベルだと思います。弱い。よしよしよし。ちなみに予選の結果で次こっちか参考に言うと、東大さんが16位、急降下 NG、 シュウさんが3位、グレイガさんが、14位、 SNK さんが、13位ですね。ありがとう、頑張ります。この中だったらシュウさんが3位だったので、かなり実力を持ってると予想してます。え、そっちか、そっちかよ。シユウさんの反応が大好きなので、反応が、ね、反応がいいよね。リアクションが。くそ。なかなかぶっ飛んだ罠が多いので、派手な罠が多いので、見てる方も楽しいと思います。見てる方もやる方も楽しいと思うので。そうだね、シューズさんがちょうど B なので、ここでどんだけ追い上げるか見ものですね。120分もね、考えたんだよ。適当に2時間とかしてないから。考えた結果で120ってしてるから。無線アイバナを1位クリアしたが2時間ぐらいでしょ。ギリギリ、そうなんだよね。これと同じぐらい。そうだよね。そうなるね。そうなるね。あっちいやー、この合間なんですけども、2日目にもやるので、初見 TA としてね。皆さん、一晩苦しんでください。今日はね、今日は初見 TA の人は本当に寝れないので、まあ、今、初見 TA やる人も、みんなで見ますよ、これ。これ、チーム競技ですよ。チーム競技なんで、みんなで、ここ行けそうじゃないみたいな相談するのも愛だと思います。初見でやりたいとか言ってる場合じゃない。そう、初見でやりたいとか言ってる場合じゃないんですよ、これ。間に合わないっすよ。じゃあマジ落ち着いていこう。みんなで一丸となって頑張ってくださいって競技なので。よし。このステージのコンセプトとかある？このステージはそうだな、チュートリアルかな。チュートリアル、なるほど。あんまりそんな複雑な罠とかギミックはなくて、本当にそっちか。基本操作の確認みたいな。最初すごい優しいもんね。左右で動かせますみたいな。まあまあまあ、大会用といっても一応初めて遊んでくれる人のことも考慮してね。うん、いいね。なんだろう、ゲームオプションとかもなんかすごくて、ゲームとして出来上がってるなって僕の感想で。まああれ、イングリッシュとかもあるんですけど、実装されてないですけどね。まあまあまあ、時間もなかったんで。ネットも繋がらないです。人の家行って作ってるぐらいなんで。これ発注されたのが、あの、まだ大学生の時で、なんか卒論とかやってる時だったので、本当に時間なくて。かなりギリギリでしたね。いけない。
心者にも優しい制作者の鏡って言われてるよ。イエーイ。でもこのボス、あ、もう3つボスついてる、3人ボスついてるんですけど、優しくないです。本当そうです。え、ラスボスです。これが本当に一番強いと思う。いやいや、わかんないよ。あー、まあ、わかんない。おかしいかもしれない。本当に優しくない。鏡じゃない。制作者の鏡じゃない。張り切りすぎちゃって。お、ねえ、アイくん落ちたよ。これ回れば倒せるんじゃないかな。あ、回り。あ、お、ビーム。あーまあ途中で花が ね、あったので、ビームが来たら下がりましょうって。あ、感じ。ボス中にステージのギミックが入るのはいいよね。うん、うん、思う。道中とボス繋がってるのが僕は大好き。うん、ギミックとかは使い回しますね。なるほど。まだ死なないか。時間か。長いね。喋ることも取っとかないといけないかもしれない。明日もあるからさ、僕は。明日もこれ。あ、そうそうそう。待って。同じの2回喋るみたいな。でも2時間やって、明日どんだけ縮まってるか楽しみじゃないですか。楽しみですね。どんだけ詰めてくるんだろう。うん。メルクさんは1500周ぐらいしたんで。やったらな。めっちゃ出た。本当に。めっちゃやらないと話にならないかもしれないですよ。ダガーさんは何百周したんですか。だって僕は3周ぐらいですね。まだしてるよね。あ、そうかな。あんましてないかも。個人的にここの富士の BGM かっこいいと思うんだけど。おお、これこれはね、なんて言うんだっけかな。シャンティ&ザ・ピラティズ・カーズ。あ、よくわかんないっていう、なんか英語のタイトルのゲームの BGM ですね。あ、お、倒せましたね。倒した。すごい。お、すごい。早いんじゃないですか。かなりかなり早いですね。これは、うん、ありますよ。全然どうだいな、そこガチガチじゃない。電脳世界。ステージ2ですね。あ、電脳世界。うん、いらっしゃい、ありがとうございます。パチパチ、ありがとうございます。この曲なんか聞いたことある。何の曲だったっけ。いいよね、テレビの中に入ってみたいな。あれか、わかった。デレステのやつかな。デレステいいね、デレステの。このステージのコンセプトはあります。このステージは、あ、このステージも、作ったのは僕です。なるほど。実は ボスの時に。そうですね。コンセプトはですね、まあ電脳世界ってことで、ちょっと電気に関連した敵とかギミックが多いですね。ロボットとかね。乗れないやつだ。で、生物が一匹も出てこない。あ、一匹いたか。左側にいるんですけど、あれ以外はもう生物は出てこないですね。あ、わかった。そういうことだ。あ、くそ。なるほど。ロボット系が多いのかな。この曲好き。うん、そうそうそう。ね。このツターが1ステージにあったと思うんですけど、うん、触ると溜まるやつね。このステージだとちょっと電気が流れてきて、あ、これに触れてることで、そこに電線に捕まってるとビリビリってきて死んじゃうみたいな。ちょっと一面と応用を置きました。なるほど。今新しいギミックがやってますね。転送ケーブルですね。あ、じゃあ転移ケーブルか。通信ケーブル。通信ケーブル。
懐かしい名前世代が余裕知らない人いるでしょ今知らない人いるかないやでも若いと思うそんな、ね、そんな子供の人いるのかなちょ邪魔ケーブル通信ケーブル知らない人います？セーブしてないちなみにいや知ってそういや22は知ってると思うけどな下に下がるという10代はまだ20代は知ってるよねうん通信ケーブルがないと対戦とかできなかったからねポケモンも進化しなかったそうポケモンも進化しなかったしあでなんだろうそれビリビリがあるんだ15あたりからやしあーそうかあ、そうだねゲームアドバンスはケーブルあったね確かにではケーブルにケーブルつないで4人までできるあーあったあったもう今 B チームにいる白いなんか伸びるやつの名前とかあるこいつもこいつすごいラス、ね、シャンなんちゃらガンジャーなんちゃらの人気です、うん、あ、そうなんだ、お前も知らないですこれチンアナゴかなチンアナゴチンアナゴなるほどチンアナゴいいなビリビリどうだい好きぞやなんてどういう下お二人は結構苦戦してますね強いですからねもうやっぱ強いんですよ、ね、ちゃさらに命名つけるのが決まりになって決まりになってきたねこれはちゃんと考えとかないとって感じ仕掛けすごいよねほんとこれちょマジで東大さんは どんな感じかな邪魔こいつマジで邪魔もう早いとは思うんですけど詰まるとこで詰まってるかなで下下がってでまあさすがに2時間なんで若干難しくは待ってそういうことなのそういうことなのミクシャーといえばアナゴああアナゴはあれですかサザエさんのかな確かにあったね面白いな今回サザエさん出てきませんでしたもんねそういえばそういえばねサザエさんそっか予選にカツオ出したわ自分で出したわ生き方間違ってるのっていうのかいそうでしたシークレットキャラだはいえ待ってあこうかなるほどねえじゃあもうこいつ待つ意味ないじゃんいやマジでひどい玉が分裂しましたねしゃがむかなああまあしゃがまないよね最初は相当反射神経良くないと難しいと思う。コースか。そしたらでも行けるよね。ファーッ！ああああああ。もう一回行ったら多分絶対行けるかな。ああ、なるほど、そういうやつか。お、追いつきましたね、Bが。進行度的には A が1位で、B、C、D が並んでますね、今。いいな、道大さん。うん。いやー、流れを持って、そのまま行ってる感じですね、A は。どんどん行ってほしいですね。うん。ここ、本気って思っちゃった。ここ交互に電気が流れてるんだけどキュッてタイミングよくね飛び移らないとうまいなあ確かにこれ下の方がいいかもしれない文字とかああそっかそっかこれマップごとに名前とか上に書いてあるんですよ、はい、下にも説明書きとかが書いてあるんでストーリーも若干だったりそっちしますねあ言うストーリーの
話、そうですね。もともとストーリーアイバナとしてこれを出すつもりだったんですけど、時間がなくてストーリーは割愛しました。多分公開するときにストーリー版として出すと思います。うん、楽しみ。そうだ、逆だ。またやりたいの。あ、ぜひぜひ、枠で。うん。レイガさんが2回目ですね。うん。あ、バカ。まずいな。お、行きましたね、レイガさん。間に合わない。もうこの街もかっこいいよね。集中しろ。マジかっこいい。こっち出たい。この街はどれだったかな。キャッスルなんだかな。うん。そうですね。一般公開もうちょっと先になると思います。はい。音つながってないんで待ってください。そうだよね。割と無茶言ったかもしれない。まさか繋がってないとは僕も思ってなくて。なに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 、よく1ヶ月で作り上げたよ。本当だよね。うん、そんな損失保険おろしやないかよ。相手わらわら、それは無理だな。わら、はぁ、まあ、まあ、なかなか長いと思うので休憩しつつね、見てくださいね。うん、だいたい20分ぐらいかな。こっちじゃないこれ。行きましたね。みんな何か食べながら見てます？ミラーの水月さんはプリン生どら焼きを食べてるみたいなので召喚しようかな。召喚、水月召喚。召喚。シャラララララララン。いやあのね、邪魔しないでもらいます。ちょっとまだ食べてないの？今から食べるところ。本当に？じゃあミックスで終わったら食べていいよ。いやでもこれさ、昨日買ってきてね、もう半日ぐらい部屋に置いてあるのよ。おう、そろそろ食べないとね。まあ、そろそろ暑くなってきたしね。うん、そう。甘いものって冷蔵庫に入れないでそのまま放置して大丈夫？そうなの。あのね、基本的にダメだよね。本当は昨日の夜夜中作業してた時に食べようかなと思ってたんやけど。って言ってなんで俺紹介されたんこれ。まあ、2時間もあるし。あ、なるほどね。ゆったりやろうってことだね。いや、僕も電脳世界行きたいですよ。ダガーさん連れてってくれないですか？ちょっともう行きたいな。行きたいですよね。電脳世界何したい、何したい、どこの世界がいいかな。どこの世界、どこの世界。とりあえずタイムリープしてみたいかな。シュタインズゲート行きたい。あ、そういう話じゃなくて、待て、初見一やれば、初見一過去にすがる男っすか？過去にすがる、未来を見てからいいんですか？過去にすがる男とか言われたら一気に小物感半端ないよ。だからさん、逆にどこ行きたいんですか？僕は最近、じゃあアイマスにお熱なんで、あ、プロデュースしに行くんですか？行きましょう。僕プロデュースしてください。じゃあ行けるかなとかって。蔦さんとかもすでにアイドルですよね。踊ってましたから、リバイ踊ってましたから。20時間踊ったよ。踊ったな。結構踊ってる人多かったですもんね。結構シウさんがさっきからもうぼちぼち倒せそうな感じしてるんですけどね。
なかなか苦戦してますね。高橋さん、どこからこのゲームの元ネタ知ったんですか？元ネタですか？はい。なんかシュラなんちゃらこうちゃら？シュラなんちゃらかんちゃらは、多分でも画像の、サイトを見たときに、いい素材やるなと思って知ったかな。はい、あー、なるほど。結構元ネタ知らないこと多いですね。みなさん元ネタ知ってるんですか？え、これですか？いや、知らないですよ。あー、知らないですか。なんか知ってそうな感じ。僕好きなんですけど、このゲームみたいな。知ってる程度話してくださいよ。あ、オッケーオッケー。これ、いいですよね。めっちゃ頭、面白いですよ。面白いですよね。なんか特にろくに探索してないのになんか入っちゃったんだけど。ろくに探索してないのになんか入ったぞ。とりあえず、しゆうさん超えましたね。お、超えましたね。なんかロックマンが集まりそう。進行的には A チーム、C チーム、B チーム、D チームですかね。これ結構 B 追い上げてるんじゃないですか。B は早いかな。お、知ってる方ですかね。目玉ボス結構元ネタの動きしてるって僕も聞きました。うん、YouTube に動画上がってて、なるほど。すごいなお、まあでもうん、いいよ。あ、どうぞどうぞ。あ、チームチャットでは今考察をしてるチームもありますね、みんなで。はい、いいですね。こういうのをやっぱ期待してますよね。あ、うん、入れてほしいね、その中にね。なんか見たい感じ。これ全部、ダガーさん作るステージ全部そのゲーム？いや、違いますね。あー、違うね。ちょいちょいドンキ入ってたりとか、別に。あー、確かに確かに。すでになんかアリみたいなやつとか出てましたね。うん、メルアリとか。あいつなんて名前でしたっけ？もうアリ、なる、ん？おー、面白ー。でもそう、顔ネタやっても二人にしか伝わらない。二人で顔ネタやってもわかんない。今、しかもさ、その今、そのタイミングでシュウさんが面白って言ったよ。リスナーさん分かると思う。ありがとうございます。繋がってるな、シュウ。いいね。繋がってる。どっちに反応したらいいか分からなかった。サクサク。シュウさんも隣でやってるんですか、実は。やったらこれちょくちょく聞こえてこないですか。上かな。上。わかんない、わかんない、下かも、近かも。そんなことやったっけ。なんか今笑い声聞こえたの。ドンキのアリはなんて名前なんですか、あれ。あれは、なんだったっけ。なんでもありじゃん。なんでもあり。なんでもあり、アリだけ。しょうもな。せこいぞ、わらわら。いやもう、うん、うん、なんかさりげなくさ、はい、さりげなくみなっちのスカイプのアイコンがいいかな、ゴミになってる。ゴミじゃねえか。ゴミじゃねえから。あ、今日5月3日だけに。あ、なるほどね。なるほど。今のうまい。勝手に盛り上がりすぎやろ。すごいわ。今のは感心した。いい、何も見なかったよ。いいかい、何も見なかったんだ。感心した。お、道大さんが2人目の幽霊に。お、来ましたね。うん、ここではスライディングですね。しゃがみながら移動できます。そう、なるほど。こいつなんかこの幽霊、自分ではなんか精霊ですって言ってるんですけど、幽霊なんですね。幽霊です。死んでます。精霊の幽霊的な。精霊の幽霊です。そう、生前も精霊やったってことですか。生前も精霊で、死後も精霊で幽霊。ん、精霊の幽霊なんだこれ。精霊。なるほどね。詳しくはストーリーモードに。なるほど、考えてあるんだ、すごいね。へー。今回名前とかもあるんですよ。おお、名前の国立操作結構多めですね。そうですね。スライディングとか思うと、やっぱロックマン思い出しますね。
うんうん、足パーツゲットして。ちょうど6万っぽいステージですかね。昇竜拳とか使えるようになるんですか。違う、乗れてない。昇竜拳、昇竜拳いいな、実装しようかな。昇竜拳どんな敵でも一撃倒すって。もうラショウも嫌いだからか。おー、ハリゲハリスはダメだと思う。ちなみにさっきの精霊さんも幽霊も、うん、そのなんたらゲームですか。いや、あれはオリジナルです。あ、オリジナル。うちのエスさんに書いていただきました。うわ、すごいですね。届かない。めちゃ綺麗ですね、絵が。本当にいつもお世話になってて。え、名前はその精霊の。それはストーリーモードは。あー、なるほどね。お楽しみ、お楽しみということで。お楽しみください。あ、で、その後名前読んで夢出てもいいってことですか。もちろんですよ。もちろん。おお、僕天の世界行ってきます。じゃあこれ終わったら。たどり着く前に電流でやられます。なんでや。ちょっと T が苦戦してますね。してますね。なかなか強いんですよ。集中力乱すと結構苦戦しちゃうと思いますね。乗れないからジャンプでパーって一気に。スライム何なんですか。目薬ですか。涙ですか。これなんだ、なんだろうな。メアニかな。メアニマジ。でかいね。でかいし来たね。メアニか。どれぐらい修行したらビーム出せるようになるんですか、目から。目力です。え、目力。じゃああれですか、女優さんの片桐はいりさんとか打てるんですか。バンバン打てますよ。バンバン打てます、あの人。一時期なんかミクシャがなんかの練習込みがなんかあった、あった。あの運営込みが片桐はいりのサムネの時あって。運営用のまあ表には出ないけど運営のこういうのサムネが片桐入りの顔。いつやったっけ。前やったっけ。そうやったっけ。結婚前だった気がする。ミカさんかとかだった気がする。そんなこともありましたね。最近見えない。最近見ないですね。あれ片桐入りが刑事ドラマとか出てて、なんやろ、殺される役してることとかあるんですけど、目力強すぎて死んでるように見えへんっていう。データピロポポ。ダガチ。僕なんかこういうね、なんかタイミング取らないといけないステージね、めっちゃ苦手なんですよ。リズム測るような。結構多いかもしれないですね。結構多いですよ。ゲームってなんかそういうのを導入した方がやっぱり面白いっちゃ面白いですけど、難しいですよね。シューさんが怒ってる。シューさん怒ってますね。選手の人ちゃんと見てね、細かいところにショートカットある可能性あるからね。ちゃんと見なきゃ。時間ないよ。限られてるよ。もう始まってますから。もう始まってるからね。こっから初見 TA だよ。今一番早いのは A チームですかね。うん、うん、A チーム、C チーム、B チーム、D チームの順番ですかね。だからショートカットは意図的に用意してあったりするのって。うん、ちらほらと置いてます。お、ただ気づきづらいことが多いかな。うん、なんで、まあ1日あるんで気づくでしょ、気づくでしょ、うん、多分ね。頑張って。
結局みなずきさんはどら焼き食べられましたって。あ、食べてないです。優しいお方が。ありがとう。でもミクシャ終わるまで食べちゃいけないんですよ、残念ながら。え？あの、ミラーのご褒美なんで。え？マジ？え、明日まで？うん、じゃあ明後日？明後日閉会式あったらかな。これ5月5日やけど大丈夫？これ商品券ギリギリいけるじゃん。ギリギリやけどさ、ギリいける。だってもうカラメルソース染み出してるで、これドラキから。あ、分かった。じゃあプリンドラ焼き諦めるんで、このゴロッとミックスの果実大ぶり果肉ゼリー食べていいですか？あ、やっと D 終わりました。お、倒しましたね。倒しましたね。これは嬉しい。こっから D が詰まってるところをクリアした時の喜びって半端ないですよね。それ相場の醍醐味ですけど。確かに相場の醍醐味だね。難しい上にね、他のゲームでも難しいやついっぱいありますから、まあって大概難しいから、なんかどれに対してもなんか苦難をこの子乗り越えた喜びが。そういえばダガーさん特有のスイッチの難しい今 B チームが出ますけど、ヒロポッポッポって第1作目から使ってますからね、これね。結構あるよね。しましたね。お、鍵ゲットしましたね。あのまま上に登れるか。これ森に戻れってやだよね、割と。これ鍵取って森に戻って森にある研究所の鍵開けに行けって言われてるんだけど。戻んのってなり。おまだれかと思ったのにさ。マジでってなる。ちなみに。人間はボスいないです。なるほど。今の音楽間違いは失格。道大さんが言ってましたけど、僕もテストプレイで言ってたんですけど、宝箱開けるときゴマ当たりじゃないのはなんでなんですか？ちょっと逆に誰もが期待するあの宝箱感、全然ゴマ当たりじゃなくてがっかりすると思うんですけど。そんなこだわりあります？待って。ないです。やらかした。あ、じゃあこうだ。よかった。ああ、怖っ。ああ、怖っ。マジでやらかしたかった。早いですね、東大さん。早いですね、なかなか。かなりいいペースだと思います。上？まずいぞ。やばいぞこれ。大丈夫か120分。大丈夫か。やらないんじゃないか。上じゃなさそう。今から帰る。60分とかにする？繰り上げ60分にしようか今から。あ、でも上だ。上しかないわ道が。いやでもね、僕も今年はね、さすがにみんなにクリアしてほしいなって考えながら繰り上げ決めたんですよ。ほんまに？ほんとに。ほんとに？なんとかなんとか、ほんとに。なるほど。なんとかほんとに。なんとかなんとか。あー、これならこれならって。あー、だからで落ちた時に滑るのか。悩み悩み、もう3日間ぐらい。じゃあきついっす。1年ぐらい。1年悩みすぎやる。きついっす。ちょっと、いやでも初見値すごかったな本当に。うん、初見値いい感じ。あれクリアしちゃうのってやっぱ。マジかって。いいで。B で、さっさっさっさ。まあ、運営嘘つかへんからね。そうだよ、運営嘘つかない。はい、嘘つかない。嘘つかないよ。ん？いやいやいや。いやでも、クリア者出てるじゃないですか。そういえば、長谷さん、はい、
なんか当選簿してくる上から降りてくるなんかゲートみたいなやつってあれロックマンですよね。当選簿し、ああそうですね、ロックマンの X2 かな、うんそうですね、ですよね。ロックマンも結構ちょいちょい入ってますね。マジやめてほしいな。あの敵結構好きなんですけど。ここに上から降ってくるやつですか。そうですそうです。僕ロックマンやったことないんですあんまいや今のよかった、わかったわかった。ちょちょうーん、ミサイルは、うん、ミサイルはそうですね、ミートボールですね。あ、そうなんだ。あ、ミートボールか、スーパーマリオブラザーズかと思った。あー、惜しい合ってるけどミサイルないですあのゲーム。いけつないな、怖いよミートボーイ、懐かしいねだね。ミートボールって言ったよね。ミートボール、はい、お腹減ってんねん、食べさせてもらってないから。ドルちゃんにマジこのホーミング優秀すぎるだろ。食べたい食べたい、わかったわかった。どうしようかな。4回スライディングして、作れるんでしょ。作れます。なぜスライディングしてくれない。肉団子でしょ。肉団子スーパー、くそ4回スライディングしてる。ミートボール、うん今ボケようと思ってボケなかった。声違って聞こえる、マイクが違うからかな。長い人変わりましたよね、でも去年一回じゃあ入れ替わりました、声優変わりました。これグレイガさん追いついたわグレイガさん帰り、うん、帰りかな、鍵取ったかな、鍵取ってます、クレイガさん。あ、同じポイントですか。おー、すごい並んでますね、じゃあ。おじゃあちょっとクレイガさんの方に音声を。このミサイルめっちゃいやらしいですよね、軌道がやらしい、本当に。本当ね。おおおおあ、おおおお。あ、行ったかな。すごい。クレガさん抜きましたね。おおすごい。天の世界から帰りましたね。ああ夢の国が。ああ。現実に帰ってくる。この街とか、なんかこの横 2D 感見てるとすごいメープルとか思い出すんですけど。あーメープルストーリーですか。メープルとかヘルソードとかそういうゲームが。あーまだ上がある。セーブしてますね、ガンガンセーブ確かに不要って言ってたのにすごい慌てましたからね。クレガさん何してるんだろう。探索してる、なんかさっき入るとき、そもそも他の家を調べずに入っちゃって、すぐ行っちゃったから。森に戻ってって読んでるかな、これ。戻ろうとしてない。ああ、それは可能性として確かにあるね。うん。まあでも、天の世界戻れないようになっちゃ、なってるようにしてるんで、まあ、行くとは思うんですけど。まあ。最初森のステージ攻略するときに左にスライディングするところがあるのを覚えておれば、覚えてればあっさり。道大さんもおこれは道大さん行きますかね。一応鍵手に入れたから、まあ、調べはしますよね。うん鍵取ってセーブしてんの。あら、これはそもそも森に戻ることを知らないかも。いや、戻ってましたよ。あ、ほんまに？クレイガさん行くところがない。クレイガさん、ちょっとなんかあれですね、鍵を取ってない
取ってセーブしてなかったかも可能性をちょっと心配してらっしゃいますね。いや、なるほど、取らないと戻ってこれないですですよね。あー、ちょっと考えてるね。東大さんも迷ってるかもしれない。あの、この迷いはなんかいい感じになんか他のチームがいい感じに。おなんか同時に入った森に。本当だ、なんで、なんで、なんで、すごい森に入ろうって思い始めるタイミングが一緒やねんけど。どういうこと、同棲してるのかな。同棲してる、同棲してるの。みんな同棲してるんだ。あー、いけないよ。同棲してる隣で対決してるってやばいよ。また戻っちゃったネタバレが。これあの鍵、この帰りモンスター増えてるんですよね。ベロベロですよ。ベロリンガー。ベロリンガー。あ、ベロリンガーって名前なんですかあれ。え、違う。名前あるんですか。名前あるんですか。これはなんだろうな。みなずき。みなず多いな。どこでもいるな。単勝？単勝だと思う。単勝。しただけに？しただけ。確かにうまそうですけど、しただけ。上見なければね。しただけ見たら赤みが帯びててすごい美味しそうですけど。魚の目の周りって食ったことあります？ないよ。いやー、なんか頭丸ごと食べるときに合わせて食べるぐらいですか？特に目の周りと意識したわけじゃないですか。目の周りだけですね。意外とコラーゲンっぽい感じで。コラーゲン。なんか目とか栄養あるって言いますもんね、目とか。お、なんか、あ、道大さんが。お、行きましたね。グレーガさんも戻ってますね。よかったよかった。よかった。確かに。ここで積んだら怖いよね。うん、あ、でも予想外、戻るしかないと思うんだよね。そうですね。これ研究所来ました。ベーゼ研究所。ベーゼ研究所。ベーゼ研究、ベーゼって誰ですか？ベーゼは人じゃないんですけど、はあ、ドイツ語かな？邪悪とかそういう意味。うわー、うわー最悪。うん、それ聞かないで、ね、もう邪悪だと思ってたんだけど。まあまあ、ここはね、言わないでよくけど。これは何？じゃああれですか、ジェノベーゼとかのベーゼも邪悪って意味なんですか？あー、そうなのかな。そう、マジですか。ドイツ語載ってるよ。あ、そのメモ帳に。メモ帳にドイツ語載ってる。邪悪って邪悪の研究所だな。さっき暗黒出たからね。確かに今度は邪悪やね。まあ、チェネ病はいいよ。好きだよ。チェネ病はいいぞ。いいぞ、いいぞ。みんな子供だな。誰誰ドイツ語のメモ帳を読みながらそんな言われてあ、ベーゼってキスなそこでキスって意味なんだね。へえ、キス全然正反対ね、ドイツ語とフランス語で。え、キスって魚のキス？いやいやいや、あ、フレンチのやつ。フレンチ、フレンチ、あ、チュッチュチュッチュ。その流れ持ってくるの。うちはネタになるけど、それ多分セブン研究所。セブン研究所。それ面白いな。ちょっと効果も入れるけど。最低や。なんか今聞こえた。なんか今。誰？なんか今聞こえた。なんか聞こえたね今。なんか聞こえた。
もうリアルだったよね。シューって言ってたね。何か研究してる音が面白い、それいいなぁ。あそこまで行ったら、あそこまで行ったら、グレイカさん次ワックですね。あぶね。ちなみに、このあもういいかな、エーゼ研究所なんですけど、これ作ったのはこっちで、はい、次回、はい、僕です。こっちがです。あれあれです。あれあれ、うん、これもだから、ありがとうございます。マシンさんは作らないんですか？そうか、何のためにここにいるんですか？何のためにここにいるんだろう。ドイツ語のメモ帳出すためだけですか？接吻しに来たかな。接吻誰と？俺しかいないじゃん。確かに。あ、道大さんのステージ結構僕好きですね。研究所は何研究するのね。じゃなくて、よし。いや。っていうのがちょっと。ちゃんとキットの形になってますよね、これ。いやキットくんが作られてる。キットくん製造工場。キットくんってこうやって作られるんですか？四角ブロックは当たっていいんですかね。これ、偽物っていうちょっと設定があって、キットくんのレプリカみたいな。グッズ販売ですか？これ出せません、アイワナのグッズで。あ、これですか？アンチさんとかにメタリックな感じで。そう接吻研究所、接吻研究所。あ、サークル名接吻研究所ね。一枚間違いなく接吻研究所なんて、なんかカタログ載ってたらちょっと気になりますけどね。なあこれ、いや何かにつけて接吻やばいな。フランスの方とかね、なんか挨拶代わりに。お、追いつきましたね、グレイガさん。習いましたよ、また慣れましたね、仲いいからね。同棲してるから。おそらく。さて、まあ戻りですよね、問題は。この戻りが結構きつい。よし、もうなんかめっちゃ腹立ちましたもん。ごめんなさい。フィギュアあったら欲しいって、うん、これ一回スイッチ押して操作が、あの、なんかギミックが動いて死んで、また押した時その説明がないのとかいいよね。 TA を考慮されてるかもって。そうだね、長いの中も見たくないし。そうわかるしね、一回見たら。 TA を考慮されてますよって感じですよ。そうです、そうです。これぞ職人の技。いい仕事してますね。任せてください。TA はあれだよ、死なないから。さあ、そっか。そうかもね。あってもよかった？なくていいと思う。なくていいです。B と D はそうですね、結構話されてますね、今。半ステージ分ぐらい。そうですね。シューさんはでも帰りかな。シューさん帰りなので、追いつけなくはないですね。全然。SNK さんも、ちょっと苦戦してるかな。まあでも、なんせ2時間なんで。まだまだ全然。全然チャンスありますよ。まだね、ツタシンさんのところ出てきてないで。そうですね。
ねえし、みんなが見てるんだろうな。ちなみになんかチャットの方とかは動いてますよ、ちょこちょこ。ここやばそうみたいな、ここやばそう、こんなんするとみたいな頑張れ頑張れ、大丈夫かな、出れないなみたいな。来ましたね。来ましたか。上がったらいくか。ここの帰りなかなか平気ないんで。じゃあ変態か。あ、僕ですか。僕これね、123周ぐらいしました。123。フォワンツー。うん、今までミラー頼んできたけど、今年はちょっと彼からね、あの伝承したんで、秘技をミラー剣を用済みに彼広告してたから。あ、本当に、あ、いるのいるのなぜ広告だけしたんじゃなぜなぜなぜ声出し来ましたね。清掃会。いや、むずい。ちゃんと着地しないとしゃがめないから。半分。あ、もうそんな経ってる。結構経ってますね。1時間、1分。うん。1時間ぐらいですね。ペースとしては結構早い。早い、うん。クレイガさんが。お、行きましたね。マスター、3つ目のアクションですね。幽霊がね。これが結構ね。精霊の幽霊が。精霊の幽霊が。精霊の幽霊。壁キックですね。おお、いよいよロックマンっぽくなってきましたね。スライディングできて、壁キックできて。この壁キックがなぁまたまだ操作が難しい難しい。右と上とシフトを押したらなんか壁キックか、まあ、要するに斜め。そうですね、結構ね難しいですよね。これが同時押ししなきゃいけないから。このさ、グレイガーさんのステージ狂気なんやけど。ここ狂気やねんけど。ここね、ちょっとね、ミラー上じゃなかなかわかんないですけどね、下半身だけのキット君とかね、首だけのキット君とかね、いっぱいうろうろしてるの。顔、顔、首転がってるからね、顔。すげえ。不良品が動き出したっていう。なるほど。特にあのなんかあの上のレバーみたいなところに刺さってるキット君の顔やばい。あれレバーじゃないよ、あれ全部首伸びてるんだよあれ。あ、そうなの。うん、そうそうそう。あ、首伸びてて、そういうことか。うん、そうそうそう。首作りすぎちゃったっていう、そういう不良品ですね。首だよね。首だね。首あるね。なるほどね。あ、右側かなり安定してますね、ブレイダさん。さあ、道大さんも壁キック習得。でも、タイム的に考えると、グレイガーさんすごい
59分。まだ。早いですね。シユさんがもうすぐ研究所に、接吻研究所に。ちょっといついるんだよ。遊んでるなよ。今は A C B D です。下取るか。下。下でいいの。あ、ごめん間違えた。C A C A B D。ごめんなさい、まだ合ってます。そのコメントコメント合ってます。あれは何？あの回転してるとやつ。あれも首です。あれはどういう、あ、首伸びた首が3本ついちゃったっていう。あれが回ってるんだよね。やばいな。やべ。狂気なんやけど。神経疑わある。いや、むずい。消えない。なんだこれ。でもあれ全部あれですよね。全部自動で作っ、コム、あれ、ラインで作ってるんですよね、全部。そうですね。ラインで作ってる中で、ちょっとこう、不具合があって、首が伸びたり、3本ついちゃったり、みたいな。つまり、ゴミ。ゴミ。そう。そう、今日は5月3日。大丈夫この本運営本人大丈夫かな。いやこっちはゴミって言われるの分かるよ、分かるけど、あの虫はゴミじゃない。何ですか。え、我が子。我が子。我が子。なるほど。何って言われたらもう我が子としては答えはないけど、あ、確かにツッコミはいないですね。うん、 D がね、まあ、D はあのそもそもの話、 D チームはあの一番最初のボスでちょっと苦戦しちゃったんで、ちょっとそこがロスになっていった感じですね。マジで切れない。いや、あれは不良品じゃないですよ。帰ってきた。あれは、あの、あ、マジか。今後の成長が楽しみな、将来有望な。成長したらあれでしょ。成長したらいつものじゃないの。うん、ああ、そうやねな。もう成長済みが出てしまってるから、でも完全究極タイムまでおらへんから。え、いつ出すのそれ。いや、いつ出るんかな。いや、もしかしたら違う世界出るかもしれん。別の世界線で。そう、ミクシャーの枠から飛び出すかもしれんし、それは分からへん。てか、まだ1時間あるのかい。やばい、これ。7はないっすよ。いや、7あったら完全究極体出す。え、なにそれ。それ何なの。何なのって何。売ってるじゃん、絶対。いや、だからつまりなかった場合は永遠と実装されずに、あの、みんなの心の中で。えって、そんな楽しみじゃないでしょ。うん。売って。いや、まあ、でも見たいじゃ見たいけど。そのうち機会あったらかな。うち、ん、かぶってるからちょっと、うん、名前の上に置いちゃってもいいかも。英語なら、あ、タイマーか、うん、はいはいはい。いな、こうでしょ。ああ。いや、もはや分からへんな。12にするか。はい。
あ、D チームの SNK さんが鍵取りました。お、これは刑事研究所に並びそうですね。並ぶな。マジか。いろんなラインが見えるかもしれん。 A チームはもうスクラップ上で、おおおおいいですね。繋がってね。繋がって、 B チームはあの前工程一番最初の。これ2時間とか結構きつくないか。いや、わかんないですよ。わかんないわかんない。2時間あと半分もあんだよ。いける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 。いけるでしょ。ちょっと失敗したかなってぐらい。そう。90分でよかったかな。僕の優しさですよ、これ2時間。やば。緩和前はこのグレイガさんがやってるところだいぶやばかったですね。やばかった。ここの緩和前で切れた。30分ぐらいやったのか。おーいって。おーいは言ってないけど。言ってないけど。うわー、うーん、みたいな、ずっと。ちゃぶ台返してたよね。すごい辛かった。あの、グレイガーさんの右上の横、ミラーがちょっと見づらいかもしれないけど、左右に飛んでる頭があるんだけど、頭ちょっとか。不良品がキットくんでしたか。があるんだけど、それが、なんか 1.5 倍ぐらいのスピード。1.5 倍ぐらいのスピードで、え、何してんのって思いながら。あ、間違えた。え、って思いながら。2時間でクリアできるのかな。できるんじゃないですかね。まあこの際言いますけど、初見のクリアで決めるの本当に難しいんだからね。本当に難しいんだからね。レイガさん来ましたね、ついに来ましたよ。お、来ましたね。おお、めっちゃ速い。きたー。おお、突っ込んでった。でだ、僕がなかなかいけなくて、あえてたポイントや。あえてたの。接吻研究所であえてたんですか。接吻研究所であえてた。やばいなぁ。これあるでしょ、だってこのコメント乗ってしまったらもうその先にいる人と接吻しないといけない、あの地獄の機械でしょ。やばクレイカさん、え、違くない。お、あれ戻りましたね。あ、押せないのか。シュウさん、早いですね。あー、惜しい。ちょっと道大さん苦戦してるって感じですね。ここ入ったん一番早かったですよね。うん、苦戦してますね。音符の位置合ってます。音符の位置は合ってます。今グレイガーさん出してます。
のスイッチから戻るのも結構難しいですね。なんか、あ、遠くまいた。上に飛んでくるよね。あれ、ダガーさん、どういう仕分けしてるんですか？上に行くのと下に行くのと。あれは、なんだろう、あそこの製造ラインで、まあ、2つの建物の中にちょっと入ってると思うんですけど、はい、1個目で色を塗るんですね。はい、で、キッド君にちょっと青っぽい色がついて。で、2個目で、あれ AI 搭載してるんですよ。あちゃんと、AI 搭載、ちゃんと搭載できたやつは意識をして、ジャンプをすると。あだけど、ちょっと不十分なやつは下に落ちていくみたいな。あれ、最初にスクラップ行きですか？そうですね、下の方に背景を落とされて。あれが首だけになったりとか。とかってやつは、そうですね、下に落とされて、ちょっと、中途半端な AI 持ってるから、あ下で動いてるみたいな。そういう、なるほど。すごいね。考えてるなぁ。ダガーさん、デンジャーさんの発想が懐かしい。マットサイエンティストってことは、つまりこの工場自体のラインがそもそも成功率3分の1ってことですか？愛嬌しろ、愛嬌。それ考え直した方がいいですよ、多分機械。かなり3分の2失敗してますよね、これ。おお、来ましたね、さん。3面ボスですね。これはね、クリア220分です。来ましたね、このボス面白いですよね。このボス面白い、見ててください。アイワナメーカーですね。アイワナメーカー、アイワナだ。お、これ誰の手ですか？来た。これ予選にいたな。予選にいたな。予選にいたな、確かに。予選にいたわ。あ、いた。パンチしてた。パンチしてたわ。ということは、このステージのボスを作ったのは？ちゃんとスチルなかなと。はい。誰ですかね。はい、そうです、私です、ダガです。あれあれどこ作ってんの。雰囲気作りですよ。もう僕が作りました。チンの出た瞬間に腹立つ。アイワナメーカーのアイデアはドロッピさんが、まあ、アイデアだけなんで意味わかんないネタがいっぱいお持ちの、お持ちの高橋さんと田代さんのうまくいかせるかなと思いつつ。チルの出てきた瞬間腹立つよね。なんでなんで、可愛いじゃないですか。ピカチュウの頭合体してから腹立つよね、さらに。可愛さ倍増でしょ、これ。走るチルのはいろんなところで出てくるよね。今回パラレルも出てくるからね、走り散るの。あれだっけ。あれ違うか、あれ違うわ、これ走り散るの違うわ。ごめん、違った。なんだろう、間違えた。クリーパーと間違えた。似てたから。僕一緒だからね、電池は一緒だよ。じゃあいないか。じゃあいないや。いない。ザーガイは2回かな。いや、3回かな、うん、もうすでに4回出てない。え、もう4回出てる。ランダターミナルで。あ、なるほどね、それ含めちゃうの、4つ。じゃあ、船越し、あー、潰された。まあ、1個と見なして、スカイとターミナルとパラレル。あ、そういうことか、作品そういうことか。そうぐらいかな。まあ、使いやすいよね。そうだね、合成してる時点で可愛さ崩れてますよね。あのピカチュウの下半身どこ行ったの？これはどうなんでしょう、首だけ一応合体したみたいな感じなんですけど、どうなんですか。いずれピカチュウの下半身とこのチンの頭合体するんじゃないですか。なるほど。待って、
あそこ上乗れんねや、ブロック乗れます。若干かばしました。若干下がってる、やった時より。ずっと左でなんか反復ごとにずっとやってた。あ、延長の音今の、もしかして。あ、うん、そうそうそう、プープープーって、うん、びっくりした。ごめん。なんだと思った。あの、ずっと裏にいたからそれまで多分聞こえてなかった、そっちまに。あの、25分と55分の毎時間にセットしたら、ね、倒す位置を、倒す位置によっては結構やばいことになるかもしれない。あ、なんか登った。お、シユさんが、お、精霊の幽霊に。精霊の幽霊、精霊の幽霊、精霊の幽霊。この子と接吻できないですか？あ、え、次迷子？あら、ちょっとまずいな。出ちゃったね。出ちゃったな。パイプ？あ、え、お前かよ。はい。あの上のやつかな。だよね。上の。一応矢印振ってあるんで、髪切ってできれば気づくと。思うんですけど、よく見てればね。もしかしたらさっきのあのところでちょっとメンタルやられてるかもしれないですね。さっきのって、あの製造ライン、製造ライン詰まったところでちょっと疲れてるかもしれないですね。じゃあちょっと BGM を、そうですね、じゃあシユさんに。このポーズ画面もうかっこいいと思いません？左今左下に映ってたんですけど、イエーイ、あれめっちゃかっこいいよね。すごい、テレビを意識してみました。あれいいなぁ。あ、街まで行っちゃったな。これは気にせいか。結構複雑なので、全体的に。複雑、ロスペは複雑だね。あ、そこでパターン組ませる。なんかパラレルでどこなんか見たことあるようなやつがなんかうろちょろしてないけど。すごいな、あのチルの乗りは。うん、レガさんが。いや、やばいな。毎回ここにいるのかもしかして。楽しそうだね、もう。多分。カットされてる。優しい。早いなぁ。早い。早いなぁ。早いなぁ。早い。何？え？かわいいよね、兵法って。うん、かわいい。あ、今気づいた。これさりげなく兵法ゴミ箱に持ってかれてんのか。そう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 。あ、今気づいた。面白い。かわいそう。倒した。おお。倒せましたね。早いな。今は C チームが一番早いです。で、再び天の世界へ行けと言われます。天の世界。こっから。またです。こっから天の世界に。大変なぁ。ありがとうございます。今 C チーム、 A チーム、 B チーム、 D チームか。気づいた？とりあえず戻ったんじゃないかな。行けるとこないんで。あ、
グレーカーさんすごくない？早くない？めちゃくちゃ早い。ちょっと焦ってる割と。早いね。これあかんで、これずるいで、これ落とすの。これあかんで、すごい声上げちゃったもん。でそこほんまにびっくりした。ビビ体跳ねたもん。めっちゃ増えてるし。あ、これドーライさんちゃんと上気づいた、気づいた、気づいた、よかったよかった。ちょっとどういうことですか、 C チーム。これなんで増えてるんですか。ちょっと繁殖したんですか。繁殖キスで繁殖しました。かなりディープですかこれ。めっちゃディープな感じが。また接吻ですか。そうです。そうです。ちなみに電脳世界の BGM はチューリップっていう曲なんですけど、キスの歌なんですよ。接吻はやまなじゃん。どこでも接吻してるもん。例えばチューリップっていうリップクリームしてます？あ、え、あ、わかんないです。なんかバラの形をしたチューリップっていう商品があるんですけど、リップクリームなんでチューと唇のリップかけた面白いネーミングのリップクリームがあるんですよ。それをちょっと見て思い出しましたけど。このカナメさんにコメントで僕は何か食べてるのバレた。カメちゃん手を使う感じか。さすがに上から行かないと思うからこれ。またあいつだよ。確かしゃがんでいけるやつ。すいません。さて、あ、B チームよく見えるんじゃない今ポーズ画面。え、見える見える。どこってると思う。A チームの道大さん、ボス入りましたね。いや、痛いですね、さっきの戻りが。痛いね、結構。早いね、でも、ボス入るの。うん、ほら。次は、ちょっと待って、マリオメーカーにチルノとか出てきませんよ。ちょっと、マリオメーカーにチルノとか出てきませんよ。あ、あー、そっか。邪魔。お、グレーガーさん、いいですね。うまいな。一回踏んだら、これで壁キック覚えてるんで。うん、行きますね。お、来ました、最後。最初？最初じゃないわ。これは何ですか？次手に入るのは。は、ヒップドロップが手に入ります。ついに。テストプレの事件を思い出す。あれ面白かったね。ヒップドロップ手に入りそうだなみたいな思いながら、ヒップドロップ手に入ったってなって。え、精霊の幽霊なんで知ってんの。俺がすごい罪悪感覚えたわ、逆に。急にマリオになったね。よし、正解。それ知らないよ。それ知らないよ。ロックマンはあんまやったことないけど、ヒップドロップはないの？ないはず、ないはず。あ、ないんだ。知ってるうちにはない。最近のわかんないけど。ヒップドロップってヨッシーだよね。ヨッシーとかマリオとかかな。うん。さあ、グレーガーさんが？でヒップドロップを覚えたので、お、気づいてるね。こいつ何なんですか、この恐竜みたいなやつ。これはもうマリオですね。あ、マリオのガボンっていう敵が。へえ。ちょっと門番代わりに出てみました。そんな寝てるところ叩き起こされてガボンですね。原作でも寝てるやつが。そう、寝てる寝てる寝てる。お、来ましたね。
まあ、本当はここ5ステージ目になる予定だったんですけど、4ステージ目あの尺の都合上カットされて5ステージ目です。インサイド 6V2 ですよね。ワープのワープはそうですね。ワープとこのこのビームビームは 6V2 でしたっけ。そうですね。 6V2 の V を上と下で重ねたら口にならない何でも先輩にも何でもすごいなってことは3人分の唇があるってことやこのタイトル間違えたんじゃないこれゲームのタイトルアイワナキーストップサイドへようこそA と B の差は、A と B の差結構空いてますね。半ステージ分ぐらい、難易度考えたら半ステージ分ぐらいですか。うん、半ステージ分もう失敗したマジか。さあ、道大さんが1時間半経過しました。ちょっとグレイカさんの方に。こんなミスは許さん。これ難くない。あ、なんかスライディングだと音楽とかある。ちなみにこのムーンサイドで使ってる BGM ホテルムーンサイドっていう曲なんですけどこれもキスの歌なんですよね。え、なんで知らない。 なんでなんでだろう。たまたまです。何の歌って。え、何の歌。キスの歌です。キスの歌だって。キスの歌です。あ、ホテルムーンサイドが ここ面白いな。あ、この CG もね、腹筋まで出ますよ。あ、今出たね。ここ誰が作ったステージなんですか。ああ、まあこれはもう見て回ったら分かるんですよね。こんな罠がね、いっぱい出てるかと言えば、はい、そうです、僕が作りました。あれ担当どこえ、雰囲気だよ、雰囲気。雰囲気やっぱり雰囲気か。このセップの雰囲気を作り出したってこと。なるほどね。やりかねないわ。すごいな、巧妙な。絶対これ。うん。ちょっと道大さん苦戦してますかね。腹筋、背筋、胸筋出たね。うん、出ましたね。いいよね。面白い。いいよね。ここも腹立つな。ここ。C チームのここも。C チーム割とここ頭おかしいんで見てると面白いと思う。グレガさん上手いですね、なかなか。はいはい、すごく早い。そこ難しいですよね、結構。下の、ああ、手と落ちてくるところ。スライディングして、即ヒップドロップして右。右押してヒップドロップかな。ここ、シビアだよね。もっと先生だったんだよ、これ。若干かましましたもっと先生だったからね、見間違えた時より。マジか。うん、これはでも
そんだけスレスレだと気づかないと方法間違ってるんじゃないかなと思わざるを得ない可能性もあるね。シユン様なかなか苦戦してますね。やっぱここだよね。ここ、うん、このマップはすごい難しいと思う。さあ、道大さんクリアして、クリアしてますね。帰りですね。帰りですね。帰りも難しいんですよ。グレガさんめっちゃサクッといったね。サクッと、本当にサクッといったよ。帰りすごかった。ちゃんとセーブして、飛んできた。飛んできた。これ飛んでくるときなんて言ってるんですか、これ。これですか？ゲッツって。あ、確かにゲッツしてるもんね。ゲッツって。今の順位はそうですね。C チーム、A チーム、B チーム、D チームですね。C、A、B、D ですね。あくまでもこの作品の順位ですけど。ただまあタイムも違うんで、もしかしたら、でも A チームは早いね。ちょ、C が早いんや。歩くといい。早いですね。いやこれひどいよね。ほんとひどいと思うこれ。ここはあのに腹立つ。すごいよこれ。ダンディ坂の裏うもわーこっちじゃない。こっちじゃない。お、でも後ろから気がするんだけど。意味が分かんないもん。合ってるのこれ。合ってるっぽい。シンジね。シンジのパターンいいじゃん。やっぱ罠はこうじゃなくてね。さあ、道大さんが天の世界に再び。天の世界ですか。マジに来たのは何回目だろうかっていうぐらい一回帰ってますけど。確かに。急に実家へ帰りたくなるあの感じ。あ、里は恋しくなる感じ。あるよね。あるよね。さあ、C チーム抜けそうですけど、さあ、お、あーなんか、なんかしてあこれ一回ちょっとカメラ配信一回同期していいですか。多分ラグが発生してると思うんで、一回更新しますね、こっち側で。どうするの、来い。あーもうどうするの。これはもしかしたら A チームが追い上げてくる可能性も全然ありますよね。最初ね、C チームにもうすぐムーンサイドですね。ありえますね。勝てますね。なかなか苦戦してますねここ。ゲッツ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 うわゲッツといえばでもなんかいろいろあるよね。なんかターン&なんたらとかもあるよね。あこれ大会中だったら腹立つんかな。僕は正直面白かったけど。おお、 C チームが行きましたね。おお、行ったね。ここ
生分のゲッツ聞きましたね、もう。確かに。かなりさえ出ないのに、テレビで。さあさあさあ、じゃあちょっとどうしようかな。じゃあちょっと道大さん。道大さんが精霊の幽霊。おう、ようやく来た。幽霊の精霊って言いそうになる。まだあんの？もうどっちでもいいんじゃないですか。これは残り10分。幽霊の精霊あんま変わんなくない？精霊の幽霊、幽霊の精霊。ああ、分かった。精霊の。分かった分かった。いや、言われてしやだ。はい、話終わり。はい、話終わり。分かったから。はい、分かりました。あームーンサイドはね、本当にムーンサイド、ムーンサイドって感じ。なんか左から変なおっさんが飛んできてパスで飛ばされるっていうか、意味がわかんない。その変なおっさんが来る経緯もよくわからへんし。もうなんで二人いんの？一匹だと簡単だったから二人置きました。あ、まあ、インパクト的にもね、いいよね。このおっさん二人も同棲してるのかもしれない。あー、なるほどね。ここまで来たら飛び出せと言われて今今やっつって二人飛び出してきたらバスに行かれると。お、道大さん。お、あ、来ましたね、ムーンサイド。ムーンサイド来ました。ようこそ。ようこそムーンサイドへ。ようこそホテルムーンサイドへ。もうずっとあるもん、ほんま。ちょっと。さっきなんで。さて、残り時間も。そうですね。道大さんがあと18分ぐらい。あ、これ神奈川のバスなの？え、そうなの？そう、わかんないけど。はい。おし。寝ちゃってた。まだまだあるから。楽しみに。これシックスウィートなの？いやー。それは知らない。さすがにそれは知らない。道大さん、蹴り飛ばされた。お、腹筋に。腹筋に？横はあれだよね。うん。後方の、パシューンってことだよね。右から来るやつは。やっぱり筋肉入れなかったね。そうだね。腹筋、背筋、胸筋の後に中山筋肉入れようっていう案があったんですけど、そうっていう案をね、言ったんだけど、うん、どうしようかな。いや、それ面白いな、確かに。面白いな。あれか、プランナーか。あ、なるほどね。そう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 、プランナー、なるほどね。スタッシン監修のもとね。それちょっとツタさんプランナーやったらだいぶ欲求不満なんじゃないの？確かに。もどかしいですよ、この早く誰かと接吻したいくらいもどかしいです。怖い。隣にいるじゃないですか。怖い怖い、助けて。お、チームは壁キップゲットしました。あ、シューさん結構詰まってるな。おお、入ってる。なるほどね。お、クレイガさんも。ここは何ですか？これは弱くです。弱くです。弱くだね。弱く遊んでます。弱く回ってるね。そうそうそう、ここでダガーさんが弱くのモノモネをしてくれます。
3、2、1、ユワークいきます。エウエウー、ご清聴ありがとうございました。え、でも、どうもどれどうっすか、見ないよね、こんなことね。お前も あれ、ひつりじゃなくて、あ、ひつり、あー、間違えた。イワークの方だったね。間違えた、間違えた。分かった。いやいや、から空気が。やりたい放題。こういうことでしょう。いや、でも今の良かった。いえ。これが職人の技。あ、職人。いい仕事してますね。曲見てないよ。そんなやしんないよ。お。ゲッツ。うん、ゲッツ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 って言いながら殺しにかかって、さすがにそれは分からない。やっぱりここ鬼門なんですね、 B チームがやってるところ。ここ難しいよ、本当に本当に難しい。頼むから、頼むから。なんかあのプレス機見てるとイライラ棒思い出しますね、うっちゃんなんちゃんの。確かに。で、戻る、止まれよ。あー、シュウさん抜けましたね。お、よかった。おー、よかった。あとは迷子にならず。迷うよね。あ、迷いね。おいし、おいし、なんだ。セプンコンベア乗ってる。セプンコンベア？シュウさんが。セプンコンベアなの、そこ。アークのとこ気づくかな？気づいてないよね。気づいてなさそう。結構箱を使ったギミックがたくさんここは出てくるので。なるほど。わかんないよ。これはもしかしたら、ここで、今のはさすがに。追いつく？可能性が、まあ、A チームがどんだけゲッツと遊んでるかですけど。いや、ゲッツはなかなか遊ばないといけないからな。あ、でも早いね。早い早い。早い早い。ああ、そこを見てなかったと。あれ、そこで、あ、お、あはそこ。だってもう最後のゲッツがないもんね、あれ。グッズでしょ、グッズ。グッズ。グッズ。それ、グッチだよな。これは何、やっぱり大乱のマスターハンド的な、これは、カービィじゃない。あ、カービィ。ガンピの大迷宮だったはずですね。あれ確かスマブラっていう能力あるから、確か元ネタが多分マスターハンドで。あ、そうなの？へ、うん、いやー、プレイがさ、なかなか気づかない。止まっちゃった。箱がなー。あれ、延長バグか。ああ、大丈夫やった。待って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 、それ、え、どういけと。あ、分かった分かった、こういうことね。クレイカさん次枠こうしたからって何が変わった。え、あ、壁ちゃんか。なるほどね、スマブラからなのね。いやー、なかなか長いですね、やっぱ2時間は。やらかしたかも。書いてなんかあっという間だな。うんうん。あ、ポチりすぎた。
ウィラー。あーやー警告音来た。エマージェンシーゴールが。直 URL 叩こう。でも短期間でも連続アクセスしてない時でも言われる時はありません？割と。ああ、ない。ない？ないか。うちの経験でなんか大概ポチ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 してる時になっちゃうから。あ、電車ついてるとかじゃなくて。つけないでしょ。そんなアクセスしたかなって思いながら不満いつも。じゃあこれちょっとシュウさん。なるほどね。早すぎんだもん。レミガさん、出席くれないな、なかなか。ちょっと聞いてさ、あともう20分切ってるけど。ここをどう使うかだよね。すぐ壊しちゃってる。絶対まだ穴があるでしょ。確かに、段ボールとかも中身取り出したらすぐ壊すもんね。うん。そうかな。あ、気づいた。おぉ。切れた。よかった、よかった。バカじゃないのこれ。セーブ遠すぎ。セーブ遠いの苦手なんだって。セーブに遠いのダメなんだって。あれ。セーブ遠いのは苦手なんだって。ちょっと何言ってくださいよ。まあまあまあ。あの蹴ってくるやつはなんすか。持ってんのかで。ピニャコラタっていうあのアイマスのキャラクターです。あら。あれか。分かった。あらあら。あ、言わないですか？あ、言わないじゃない、あります、ですか？なんかいた気がする、そんなマスコットが。え、じゃあその手前に出てくる緑のやつもですか？あれが原作っていうか、本体の本物のピニャコラタで、はい、あの黒いのは、なんだっけ、グラブルかなんかで出てきたアイマスとのコラボの時に出てきた黒い。グラブルアイマスとコラボしたんですか？そうなんです。へぇ、ジャンプ連射ここ使うのもありかもね。グラブっちゃうの、グラブっちゃうやつ。駅の広告がすごいシンプルなやつ。真っ白な背景にグラブってるしか書いてないが。それ無駄だよね。そんなら中井くんの方がいい。あのなんかツイッターに上がってたんですけど、あのキムタクと中井くんが並んで広告が貼ってあって、キムタクが普通のなんかあの広告の方に対して、中井くんがあのデレステの広告やから、アイドルやめられない。そうそう。両方とも国民的アイドルだっつって。グレイガさん、ここまで来てですね、謎解きです。さあ間に合わないか。パッと見もう嫌やもん、この画面。わかるわかる。おー、マジかーってなる。マジかーってなる。ここでかーってなる。1時間40分やってて。プラスティックライオット。ダメでした。BPM256 の力を借りてるのダメでした。まあでもいい線いってるんじゃないですか。あ、なってないのか。誰かあそこ踏むとこ見られるみたいな。夢ネタはちょっと。上の。ああ、そっか、もう踏まへんか。2回は踏まないと思う。じゃあもう A チーム。そうだね。とりあえず分かったことは、僕と。ああ、A チーム、ね、結構迫ってますね。迫ってるよ。ただここが。もうほんと早いな。早い。まあ早いって言っちゃってるから、ここがどの辺だか分かると思うんですけど。何不良品がこんなところにあるの、ね、もういいの？いいよ。ラス弾なんですけど、ここが、ボス手前マップです。アイマダメーカーの威力を試してみるよ。ボス手前の謎解きですね。そうです。で、ラス弾なのに、あれ担当。あれあれ
あれおかしいな、おかしいな。本当にアイドルか。アイドルじゃないわ。アイデアアイデアか。でもいろいろ混ざってるんだけど。よくわかんなくなってくる。お願い。シンデレラだと。こいつ。待って、踏めない。走り散るのかよ。いいな、好きだわ。ほんとこういうの好きだわ。いいだろうな、シュウさん。こういうの好きだわ。聞きたいな。すごい笑い声してる。ディスリズミーですわ。それはやばいですよ。真似したつもりだったんだけどな。いや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 、めちゃくちゃだよ。なんだ。好きだわこういうの。真似していいですか。いいよ。好きだわこういうの。やややややや、好きだわこういうの。大好き。長谷さん、長谷さん大好きって言ってます。しおさんが。あずれさんタイミングで。よかった。トントントン。で、これはもう接吻じゃないですか。右端から帰ってくるあたりでポンっていける。C ね、行きそうですね。行けますね。行きそう。あとはそれだけじゃない。本当だ。あ、それだけだ。ここはブロック全部壊せば上のあれが開く感じですね。それが分かってないかもな。あ、ちょっとムレガさんにしようか。そうだね。おお、来ましたね。来ましたね、これ。あ、ちょっと見覚えのあるこの。あ、アイオナグラスかな。アイオナグラスかな。ここで穴暮らしくたらグーパン飛んでくるわ。1時間50分やって歩きたらそれでそれで2時間ちょうどだった。それでツタシンがいるんだかもしれない。あ、なるほどね。お、ましたラスボスですね。かわいい。こうかっこいいよね。かっこいいね。ブロッコリーみたいな。ちなみに担当はあれキャラ、さすがにね。これはさすがにね。さすがにね。はい。じゃあ、正解は正解は、なんと、ダガーです。いや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 、違うでしょ。そうじゃない、そうじゃない。いや、ここはちゃんと。ここは、はい。おー、ちょっとでかいな。あの、まあ、正直に言うと、本当は全部僕が作る予定で、僕一人の担当だったんですけど、ちょっとあまりに間に合わないってことで、急遽。スタシンさんにお願いして、ラスボスだけ作ってもらいました。で、ラスボスがだけ担当。はい、はい。いやー、うん、いいですね。テストプレイの時めっちゃテンション上がったもん、これ見て。横が生きるよね、横長が。うん。これ何のボスなの、ちなみに。これは、まあ、スパロボのボス。おお。スパロボ J。ムーバードマンスの主人公の隠し機体、で実はこれが6月30日に新しいスパロボが出るんですけど、宣伝宣伝だ。それの主役的ポジションに今回リメイクされて、この今使ってるボスがなるんですよ。あ、いいですね。あれあれ、捨て場捨て場かな。捨て場かもしれない。ただこれ、そうですね、コメントありますけど、クリア可能性あるという。クリア可能性ある。ありますよ。すごいな、みんな。あ、それしゃがん、しゃがんでかわせんのか。え、それしゃがんでかわせんの。しゃがみ出してどう。そう。ジャンプずるいわね。マジか。そうですね、A チームがクリアゲーですね。
こでみんなジャンプしてかわしたんじゃない僕はジャンプしかないと思った誰もダッシュやってないでなるほどねさあさあ A チームが終わりですね、はい、お疲れ様でしたお疲れ様ですお疲れ様です A チーム同代さんに変わりまして、ヘブントラップ2、かっちゃんさんに変わります。お疲れ様でした。お疲れ様でした。待って。めっちゃ前、前。あの、でかいゲームどうすればいい？ん？これはグレーガーさんに来たいですね、うんうん、ここまで来たら行ってほしいですね行ってほしい頑張れBGM がたまんない BGM いいよね最後って感じもするしなかなか動き癖あるよねジャンプがちょっときつい急に来るよねそうそうあ、これ右気づいてないなこれが気づけるかどうかかなあ、来た来たA は繰り上げタイムで、次の操作に移動になりましたはいちなみにかっちゃんさんは欠員からの参加ですだから練習期間はすごい短いんですけど見物ですねどこまで、まあ、でも元からやってる方で呼んで1回ヘブントラップ2に出てるんですよで結構悔しいタイム出しちゃったみたいなんでリベンジしたいっていうことでいいですね、うん、その頃の目が花を咲かせるか悔しい思いがどこまで今回、うん、いい記録を出せるかちょっと楽しみですねうんさあグレイガさんがあと3分かどうだろうあの進行表の星は単純にここ終わりましたっていう印なだけなんで繰り上げであるかどうかタイムとかの表記は、してないです、報告結果報告の時にタイムは全部出しますけどタイミング見すぎだろこれあくまでも進行状況としかで見ていただけたらいいかなと思います繰り上げ絶妙でそう考えてんだよ最初100分って案だったんだけど、ね、最初100分だった100分は大丈夫なのかって思いながら120になりましたよかったねよかった結果的によかった結果的によかった100分がいいんじゃないかお、B が終わるあー、D もが繰り上げですねあーC チームが、SNK さんから、ヨブさんに変わりますI'm sorry.
ついてないね。気づかないか。はい、ビームって時点で壁キックが気づければ感じかな。Dチーム終わりました。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今 D チームか。今のは D チーム。今 D チームね。オッケーオッケー。先言っちゃったけど。それではやっていきます。よろしくお願いします。5秒カウントで頑張ってくる。よろしくお願いします。一緒にならばいいか。はい。いや本当5、4、なんだろう、この間全部通していいよね。なんだろう、全部のギミックを毎回使う感じで。Dチームはひどいな。ブヨン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 。ブヨンしてるな。唇があれなのかな。柔らかいのかな。セップ今大会のまたセップ。わかったよ。さあここでグレイガーさんが残念でした。残念ながら惜しかった。ワンチャンあったな。ワンチャンあったな。非常に惜しかったですが、あ、TA でも見れる。そうですね、一応 TA でも見れるように今回考慮されてるんですけど、あ、見たかったな。いや、ということで、はい、グレーガさんお疲れ様です。お疲れ様でした。続きましてグレーガさんに代わります。店長さん、イベントラップ2です。待ったら教えて。え、タイム映ってる。ありがとうございます。頑張ります。 OK。 あ、違うじゃん。店長さんの枠では店長の前が。いつもの。落ち着いていこうみんな。ということで現在 D チームはない。すげえ。ない。さあ、というわけでヘブントラップ2の解説していきましょうか。ヘブントラップ2もですね、カーニバルさんから裏話をかなりいただいているので、ぜひ、楽しみにしてください。初見2の解説の方も、一回切りますか。はい。お疲れ様でした。長時間、長時間ありがとうございます。皆さん頑張ってください。初見 D へ。イエーイ。頑張ってください。頑張って詰めてね。また、田川さんは、明日かな。はい。明日初見 T へと初見さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。では、はい、はい、ございます。お疲れ様です。お疲れ様です。お幸せに。お幸せに。お幸せに。これから接吻してきます。まあ体温まりましたからね、解説して。はい、ということで、ヘブンの解説、僕が行います。一人なんですけど、じゃあ、みなっちもいてください。はい。そもそもこのヘブントラップ2は何ですか？何ですか？はい。ヘブントラップ2の、ヘブトラは、本家の害を元にしてるんですよ。ほうほう。ヘブトラ1ね。に対し、ヘブ2は、ファンゲを元にしてるんですよ。ほうほうほう。この左上の画面ね、ファンゲでしょ。で、ヘブ2ってヘブトラより簡単になってるんですけど、はいはいはい。それはヘブトラで TA する人が現れちゃって、ああ、それで意識してヘブ2でも TA が行われるのではと考え、それに合った難易度に調整したからです。おお、なるほどね。しかし、ちょっと聞いてね。はい。しかし蓋を開けてみると TA する人がいない。そんな状況に人生そんなうまくいかないと嘆いていた。そんな時ミクスチャー採用の知らせが届く。そしてなんとそれを機にこうして TA が行われるようになりました。ありがとうございます。
もう嫌けど話やね、いい話いい話や、ね、4から入れたね、確か自分にはなんか感謝されてた感謝されてた。まあね、よかったね、どちらにせよ、やっぱりさて、B チームは繰り上げ間近ですそうだね。さあさあ、ここでしゆうさんが、おしまいです、繰り上げということで、お疲れ様でした、次ですね、お疲れ様でした。しゆうさんに代わりまして、そらさんに、はい、お疲れ様です、バトンが渡されます。